休んでください。舞台さよならします。平成23年度航空関連式にあたり、隊員諸君らの使命感にあふれ、規律正しく指揮旺盛なるその虚素動作を直接目の当たりにして、本日の関越官として、そして最高指揮官たる内閣総理大臣として、この上のない喜びであります。私は自衛官のせがれとして生まれ育ちました。小さい頃から有事に備えて厳しい訓練に明け暮れている隊員の姿をたくさん見てまいりました。さまざまな活動の最前線で献身的に活動している隊員の姿をたくさん見てまいりました。平素から自衛隊をこの国の誇りとして思っておりました。改めて本日、隊員諸君のきびきびとした一挙手一投足を見て、改めて自衛隊に対する敬愛と信頼の念を新たに強くした次第であります。警察予備隊に始まり、保安隊を経て、自衛隊としてこれまで長きにわたり我が国の平和と独立を守り、この国の安全を守る、その崇高な使命を果たしてまいりましたが、その中で一番本質的な使命は国民一人一人の命を守るということであります。その命を守るという点において、3月11日に発災した東日本大震災、この発災に対応することが自衛隊の真価が問われる時でもありました。その真価が問われる時に、隊員諸君は見事に平素な訓練を生かし、存分に力を発揮し、勇気と真心を持って期待に応えてくれました。10万人を超える体制を組み、被災地の支援を全力で行いました。このことを通じて、多くの被災者の皆さんが、国民が改めて頼りになる自衛隊を実感することができたと確信をしております。10万人の体制と申し上げましたが、それを支えたのは一人一人の隊員の意識の高さと真心であったと思います。津波に襲われ生死の境をさまよっている皆さんの前に、一番最初に現れてその皆さんの命を救った1万9000人以上の尊い命を救うことができました。それを成し遂げたのは諸君であります。厳しい寒さの中、加えて余震があるかもしれないという恐れの中、震えながら救援を待っている皆さんの前に一番最初に現れたのは諸君です。食事、水を運び、毛布を運び、そして入浴支援まで行いました。行き届いた温かい支援を成し遂げたのは諸君であります。
原発の事故に際しては命を懸けて、文字通り命を懸けて、ヘリから消防車から放水を行い、そして拡散をした放射能の除染活動の先頭に立ち、避難者の支援誘導を行い、最前線に立ったのは諸君でありました。私はあるエピソードを忘れることができません。6歳の男の子が行方不明となり、その母親が隊員に何としても息子を探してほしいと頼みました。津波に流された自宅の下を徹底して探してほしいという要請でありました。その要請に隊員は懸命に応えようとしました。ぬかるみの中で懸命にお子さんを探しましたが、見つけることはできませんでした。しかしその6歳の男の子が一番大事にしていたウルトラマンの人形を見つけました。お母さんに渡すと、何度も泥を拭きながら、何度もお礼を言いながら帰ったそうです。私はこうした真心が国民に、最初に届いたものと確信をしています。大震災のみならず、今年は集中豪雨とさまざまな自然災害が発生をしました。そのたんびに人命救助と避難者支援の、被災者支援の先頭に諸君は立ちました。今ほど日本の自衛隊、国民の期待と信頼が高まった時はありません。改めまして最前線に立って汗をかいていただいた諸君、裏方となって下から支えていただいた諸君に、全てを私はこの国の誇りとし、この壇上から恐縮でありますが、改めてありがとうと申し上げたい。我々が備えなければならないのは自然災害だけではありません。いざという時にしっかりこの国を守れる自衛隊でなくてはなりません。挑発的な行動を繰り返す北朝鮮の動き、軍事力を増強し続け、周辺海域において活発な活動を繰り返す中国の動き、我が国を取り巻く安全保障環境は不透明さを増しております。こういう時こそ、昨年の12月に閣議決定した新しい防衛計画の大綱にのっとり、迅速かつ機動力を重視した動的防衛力の整備が喫緊の課題であります。そのためにもより一層の諸君のご精霊をお願いをいたします。我が国のことは、我が国の安全は我々の手で守るという構えは当然必要でありますが、加えて外交努力も怠ってはなりません。日米同盟は日本の外交安全保障の基軸であります。そのことを今回の大震災の際の米軍の友達作戦等によって改めて私たちは実感することができました。幾歳月にわたる日米関係の絆の強さを今回ほど感じたことはありません。さらに21世紀にふさわしい日米同盟を築いていくためにも、現場で皆さんとの、アメリカとの協力強化が必要になってまいります。さらに今回の東日本大震災の際には、160を超える国から、40を超える国際機関から温かいご支援を我が国はいただきました。私は先般の
国連総会において、その感謝の気持ちを申し上げるとともに、世界に我々はご恩返しをしていく決意を表明をさせていただきました。その一端を担うのが国際平和協力活動であります。ハイチ、東シモール、ドラン高原、ソマリア沖、アデンマ等々で数々自衛隊は実績を残してまいりました。新たに南スーダンでどういう貢献ができるか最終今調査を行っているところでございます。国際社会から信頼される尊敬される国となるためにも、こうした活動にも一層取り組んでいかなければなりません。最後に中国の古典に司馬法というものがあります。天下平らかなりといえども、戦いを忘れならば必ず危うしという言葉があります。平時においても平和時においても有事のことを忘れないで備えること、これはしっかり我々の胸に刻んでいかなければなりません。そうした構えの中で、先ほど申し上げた通り、今ほど国民の期待と信頼が自衛隊に集まっている時はありません。こんな時こそ兜の尾を締めて自衛隊としての崇高な使命を果たしていくということをぜひ共有をしたいと思います。これから日々しっかりとこの日本を、国民を守るためにさらなる精霊をしていただくことを期待を申し上げ、私の訓示とさせていただきます。平成23年10月16日内閣総理大臣野田佳彦、終わります。期待いきましょう。に対し栄誉礼、関越艦に対して栄誉礼。